地にあるかって大体皆さん分かりますでしょ。あったかいもの飲むと分からないですけど、冷たい水がなんかグググーってコップ一杯飲んだらシュ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 ってどっか行きますよね。あのお腹の右側の方にジャーッと行くっていう人います。右の方にこー冷たいのが行く、いたらちょっと大変かもしれません。大体真ん中より左に行くんですね。そうでしょ、真ん中ちょっと左に行くんですね。今日帰ったらあの冷たい水ごと飲んでみてください。わからない人います？ちょっと大塚さんコップにいっぱい水持ってきてもらう。やってみようっていうのせっかくですからね。で、例えばコップにいっぱいの水ぐらいだとそんな冷えないかもしれませんけど、それに氷が入ってたり、もうね、氷温ビールかなんか流行ってるでしょ。氷のように冷たい、あれで上がらないっていう人がいますから。コップ一杯のですね、水を飲んで、はい、体のどっち側にその水が入ったかっていうのをですね、ちょっと一回コップコップと飲んでみてください、はい、本当はね、あんまり冷たい水飲んでよくないんですよ。まあでもこのぐらいならまあいいでしょうかね。ぎゅーっと飲んでみて、ぬるいですよ。本当いつも冷たいの飲んでます。あきゃこれは冷やしてる。じゃあとにかくゴクゴクと飲んでみてください。お腹の中にガーッと入っていきますよね。どっち側に行きました？どこに行きました？あ、わかりましたね。これで左に行った。証人がいらっしゃいます。はい、お腹の左側に行ったんですよ。ということは冷たいものを常に取る人っていうのは左側を冷やしてるんじゃないかなと。では 何が左側にあるか考えると、一番は腎臓ですよね。腎臓っていうのは血管の塊ですから、冷やすとすぐ血管がカカーッとちっちゃくなってしまうので、ね、だから腎臓すぐ悪くなるだろう。それから左側にあるのは左側の卵巣とか婦人科系、左側はある場合がありますよね。それからここに S 字結腸って言って大腸がありますよね。だからうんこが最後に出てくるところでしょ。でここをどん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 冷やしてたらうんこが出なくなるでしょ。だから便秘の人、こういう人たちっていうのは冷たいものを飲んでるんじゃないかなっていうことをちょっと考えたんですね。何かありました今の？ちょっとあります？便秘ですか。で、あの腸っていうのは発酵する樽